捕鯨用の森やジール文化の森捕鯨法、沿岸捕鯨用の小型のもの。森は大型の魚あるいはクジラなど大型の水生動物の量で用いられる槍のような漁具である。先端の金属部は獲物の肉に食い込んで外れないよう、釣り針のような顎がつく。また中間部には綱がついており、対象に突き刺さ,されば獲物は終点と繋がれ逃げられないよう工夫されている。 また、武器として利用されることもあり、歴史的にも分類上も、槍や矛と明確な区別ができないものも多く存在する。ギリシア人の歴史家ポリビウスは、著書、歴史の中で、先端部に坂トゲがついた森を、カジキ漁に利用すると記している。およそ千年以上もの間、捕鯨における主要な道具として、先端部に二つの返しがある、トゥーフルーハープーンが、 世界中で利用されていた。一方、北極地方では、これよりも先進的でトグリングハープーンと呼ばれる獲物に突き刺さると先端部が回転して肉に食い込み、抜けがたくなる森が用いられていた。19世紀初頭になると、ワンフルー、ハープーンと呼ばれる先端部の返しが一つになった森が発明され、クジラの体から、 森が抜け落ちて漁に失敗することが少なくなった。19世紀中頃には、ルイステンプル、または、テンプルトグルと呼ばれる鉄製のトグリングハープーンが、発明された。このルイステンプルは広く普及し、すぐに捕鯨に用いる主要な道具として用いられるようになった。右上の捕鯨用の森の画像の内中央の2本が、このルイステンプルで上が、投擲時。 下が先端部が回転した状態である。1860年代にノルウェー人のスベンホインが捕鯨法を発明した。この捕鯨法と蒸気動力付きのボートの発明は近代的な商業捕鯨の時代への第一歩となった。現代の捕鯨船には特に流すクジラ族のクジラのような素早くより力の強いクジラを取るために捕鯨法が積載されている。 長スクジラ族のクジラは死ぬと海中に沈んでしまうため従来の手持ち式の森を投げて殺す方法ではクジラ体を収容することが不可能であった。現代用いられている捕鯨用の森は選手に取り付けられた捕鯨砲とそこから出される太いロープにつながれた巨大な槍から構成される。沿岸捕鯨用の小規模なものは別として森の先端部は 水面やクジラの悲壮で跳ね返らずに直進して、クジラ体に貫入するように、弾頭を平らにして、摩擦を大きくする形状になっている。さらに、刺さった森が抜け落ちるのを防ぐため、クジラ体内に入ると装填された火薬が爆発して、鋭いスパイクが開き、森をクジラの体内に固定する。そのため、モーターでロープを引くことによって、捕鯨船は、 船の方へクジラを引き寄せることが可能となっている。ヤスとの違いは明確ではないが、ヤスは森に比べ小型であると言われる。も、先端の金属部には、釣り針のような顎がついているが、先端はにない資産に分子し、手に外して対象物に突き刺す、もしくは投擲して使用する。A、ザヒストリーズ A、ツーフラハープーニ A、トガリングハープーニ A、 ワンフラハープーニエー、ルイステンプルエ、テンプルトックルノルウェー語、スベンドフォイン。ありがとうございます。